浜松隆之は日本の俳優。埼玉県川口市出身。東京都在住。アニモプロデュース所属。昔から人を笑わせることが好きだったといい。中学時代は卓球部に所属しながら友達とコントのようなことばかりしていた。高校時代は弓道を経験。東洋学園大学に在籍した4年間は学園祭のステージ上で行う企画を考える。 学園祭運営局企画班に所属。当日のステージの司会進行を務めたり、ゲストに呼んだ、鉄&、ともやエスパー、伊藤などといったお笑い芸人のパフォーマンスを目の当たりにした。卒業まで進路は特に考えていなかったが、漠然と音楽家芸能家の道で食べていきたいと考えていたこともあり、大学卒業後はこれらの経験からお笑いの道を進むことに決める。 大学卒業後は、居酒屋で1年間アルバイトして、資金をため、2005年に、吉本工業のタレント養成所、NSC 東京校に11期生として入所。同期の木場光カと、お笑いコンビ、は、松と小葉を組み、はまはボケを担当して、変な人と出くわして困る人といった内容のコントを行っていた。NSC 東京校在学中は、 講師の長峰明の選抜クラスに在籍。同期の子孫ヌ、ジローによると、垢抜けない見た目の、浜松とかっこいい見た目の牙のコンビのバランスが良いと評価されていたという。同期の中ではトップクラスの成績だったようで、お笑いライブにも幾度か出演していた。しかし、音楽への興味も捨てきれず、NSC 東京卒業後は、ハマから一方的なコンビ解散を申し入れ、 一年も持たずに芸人を辞めてしまう。芸人を辞めた後は、ヒップホップのかっこよさに衝撃を受け、DJ への転身を決意。DJ を目指したきっかけとして、大学時代にブレイクダンスの練習で負傷した際に、ダンサーの後ろでレコードを回す DJ の存在を知ったことからであるが、この時点で、ハマツはクラブに行ったこともなかった。DJ を募集している。 クラブイベントのいくつかに連絡を取り、DJ、浜尾根という名前で活動を開始。しかし、DJ だけで暮らしていくことは難しく趣味の域を脱することができないことを自覚し、DJ 活動を次第に行わなくなる。芸能家音楽の世界にしか興味がなかったため、DJ 活動をやめようとしてからも、一般企業への就職などは考えていなかった。芸人時代のコントが楽しかったことを思い出し、 それでも一度挫折した芸人にまた戻るのは違うと考えた結果自分は役を演じることが好きなのではないかという思いに至り30歳を手前にした2011年より役者活動を開始する大手のエキストラ会社に登録しその会社が運営する養成所にも通い俳優としても名前を登録エキストラ等の仕事をこなしていたが31歳の 頃ロに養成所で知り合った先輩に誘われコメディもの,の舞台に初出演。これをきっかけにエキストラ会社を辞め、役者を募集している劇団を自分で探しながら、衝撃場の舞台を中心に出演するフリーの役者として活動。主に、運ゲチーファや、ノバと、MCR などの劇団の舞台に出演。特に、ノバとでは解散公演にも出演し、同劇団の中心人物であった、 水谷慶一に誘われ、メンバー不定の演劇ユニット、水谷の一員として、テアトロコントにも幾度か出演している。後述の映像作品でのヒット後は、それまで役者活動の主体だった舞台での出演から遠ざかっていたが、2020年3月に舞台に復帰する際も、水谷の公演での出演となった。映像作品は、 短編映画や学生映画に数本出演したことがある程度だったが、2017年頃から舞台だけでなく映像の世界にも意識を広げて活動するように考え始める。2015年に出演した監督俳優、養成スクール演舞ゼミナールの舞台、アジェについてで演出を務めた今泉力也監督も参加する、同じく演舞ゼミナールの映画制作企画。 シネマプロジェクト第6弾のオーディションを受けようとするも、都合が合わず断念。翌年の同企画第7弾では、今泉の参加はなかったものの、今後の自分を変えるきっかけになれば、何かしら今後につながればという動機で、オーディションに参加。このオーディションで、上田慎一郎監督より選抜され、映像作品初心者ながら、映画、カメラを止めるな、の主演。 日暮し高行役に抜擢、穏やかなうと普段は演じない狂気に満ちた様を演じ分けた。同映画は2017年11月のケーズシネマでのイベント上映の後、2018年6月より劇場公開が行われたが、当初ケーズシネマとシネマロサの2巻での上映が340巻以上に拡大するというインディーズ映画としては異例のヒットを記録した。 主演を務めた浜松の演技も評価され、選出時点で事務所無所属ながら第42回日本アカデミー賞の優秀主演男優賞を受賞する快挙を果たす。その他には第28回東京スポーツ映画大賞では無名の俳優がこの映画を歴史に残したという好評から主演男優賞にノミネート第28回日本映画批評家大賞では 新人団優勝を受賞した。上記映画のヒット後もしばらくフリーランスでの活動期間が続いたが、2019年2月よりアニモプロデュースに所属することが発表された。所属した理由は、これは何かのご縁だなという直感が働いたからであり、それがなければフリーランスのまま活動を続けるつもりだったという。以降は映画のみならず、テレビドラマ出演の機会が増え始めた。 中でも、同年7月から放送の日曜劇場、ノーサイドゲームでは、キーパーソンとなる役を熱演し、インターネット上に、賞賛の声が踊った。2019年10月19日公開のアニメ映画、映画スタートゥインクルプリキュア製の歌に思いを込めてで、声優に初挑戦。宇宙人、ハンター集団の一人で、屈強な体を武器に戦うメカ星人を演じた。 2019年11月16日深夜放送の劇的復活。何年ぶりで、木場光勇ンサムとのお笑いコンビは、松と小場のコントネタを披露し、一よ限りだが、約13年ぶりのコンビ復活となった。2020年1月より放送のドラマ25、全メロードで、地上波連続ドラマ初主演。車中泊をしながら実在する古い個人飲食店を、 めぐる、しがない中年サラリーマン役を演じた。ドラマの宣伝を兼ねて、2019年12月発売の、車中泊レジャー専門誌、カーネールボリューム44-2020統合の表紙を飾っている。味のある風貌と、肩の力の抜けた、不思議な魅力の持ち主。その風貌は、濡れた犬に似ていると言われる。映画、カメラを止めるな。 出演以前は髭を剃っていることも多かったが、出演以降に髭を褒められる機会が多かったことから、役者をやる上で髭を生やした風貌を基本型にしている。ただ、それ以降もたまに剃りたくなることはあるといい、以前のように髭を剃った姿での出演もなくはない。歯並びの悪さも特徴的であるが、麺類を噛みちぎるのが困難だと、ハマ本人が語るほどの悪さ。 歯科医の診断によると、器具だけでは強制は不可能で、手術が必要なほど重症とされる歯並びである。2019年現在、器具以外の手段で強制を始めている。30代後半の時点で、大きい子供のいる40代程度の父親役といった、実年齢以上の役に起用されることがあるが、そういった役に起用され始めるまで、浜松自身は不毛顔だという自覚を持っていなかった。 映画監督の上田慎一郎は、浜松の役者としての魅力について、口や目がもごもごと動き常に、顔がアクションしている。点やテイクを重ねるごとに、ニュアンスの変わる、不安定な芝居をするが、その浜松本人がそのまま出ている芝居っけのない点を、挙げている。一方で、舞台で幾度か共演している水谷の水谷慶一からは、ちゃんと整えれば、 同じ演技を何度でもできるとも評価されている。浜松自身は演技力があると実感したことは一度もないと語る。当初は役所工事に憧れ二枚目を目指すべきかと勘違いしていたが全くうまくいかず、無様でもいいから自分らしさを大事にしようと考えを改めた。役者としてうまく演じることは諦め、自分のもとを演技に持ち込み、役を。 自分のキャラクターに近づけて演じることで自分の良さが出るのではないかと感じている。実際、力んで演技するよりも、いつも通りの自分で挑んだ方が演技のワークショップでの評価が良かったという。そんな中で、2021年公開の映画、日の丸総ル舞台裏の英雄たちでは実在するスポーツ選手、原田雅彦役に抜擢。監督の飯塚健より、 原田本人に寄せるよう要求され、実在する人物という正解のある役を演じるという、プレッシャーと責任感は、他作品とは非にならなかったという。浜津は、当時の原田の報道映像やインタビュー記事、自助伝などを研究して役作りに励み、インタビュー内容もほとんど丸暗記した状態で、撮影に臨んだ。同作主演の田中圭からは、浜津さんの韓コピぶりがすごい。 と絶賛され、原田本人からも、私、原田正彦を演じていただき、大変光栄です。僭越ながら、浜津様の演技により、西方との友情や、チームとの絆が素晴らしいものになっていると感じましたと、感謝を述べられるなど、実在人物という難役の演技が評価されている。2017年に参加した、シネマプロジェクトでは、監督の上川当初どのような映画を撮るかは、 決めていなかった。最終的にカメラを止めるなの撮影に至った決め手は、ハマツがプロジェクトに参加していたことが大きく、ハマツの情けない感じが頑張っている様子が滑稽で愛らしいキャラクターを演じられると上田に見定められたことによる。また、困り顔の良さも主役に起用した理由に挙げられている。滑舌は良くないとされるが、アニメ映画。 映画スタートゥインクルプリキュア製の歌に思いを込めてで、声優に初挑戦した際、ハマツと同じくゲスト声優を務めた片桐ひとしからは、アフレコで緊張していたその声が、ロボットの役にうまくハマっていったと、性質も評価されている。姉と兄がおり、姉は、ハマツ説という名義で、イラストレーター活動をしていたことがある。 2019年1月の東洋経済オンラインのインタビュー記事では、両親は寛容で、学生時代は特に成績のことなど指摘されることもなかったと書かれていたが、実際はめたくそ言われました。学力例なのでと、同年11月発売の TB ブロスで綴っている。芸人も DJ も諦めて役者を志そうとした時も、 人様に迷惑をかけなければとだけ言われ、それ以外は自由にさせてもらっていたと、東洋経済オンラインのインタビューで答えていたが、それしか言いようがなかったんだと思うと、TB ブロスで補足している。2019年現在、一人暮らしの独身であり、大学時代から恋人はいないという。一人暮らしを始めてからは必要最低限のものだけで生活しており、 不要になったものはすぐ捨てるという、いわゆるミニマリストである。人を笑わせることが好きだったり人前で何かをやることが好きだったりしたため当初は芸人を目指していたが、撲突で人見知りな性格である。少年時代はリトルリーグに入っていても補欠だったり、勉強が嫌いだったりで、決して目立つタイプではなかったが、仲間内ではお笑い担当ではあったという。カメラを止めるな。 で共演したマナからは、全然喋らないことから暗い人だと思われ、元芸人であることに驚かれてしまっている。なお、NSC、東京校に入る際、進路としてざっくりと芸能関係にしか興味がなかっただけで、お笑いに特別強い意志を持っていたわけはなかったらしく、NSC 同期での座談会企画に参加した際には、NSC 当時のことの多くを忘れているような、 発言が見られた。しかしながら NSC での様々なレッスンを経験したことも役者の道に進むことができた一員だと語っている。お笑い芸人、DJ から役者という変遷をたどっているが、人前に立つ仕事がしたいという心だけは大学時代から変わっていない。インタビューで生きることって諦めることだと思うんですと語っており、 本当に叶いたいことを叶えるために諦めないで挑戦するよりもお笑い芸人や DJ を諦めたりしたように心に従って諦めやそぎ落とし主者選択していく生き方がハマツ自身には合っているというこの諦めるという考えは前述の演技の方針に対しても当てはまるいろいろなものを諦めた上で遠回りして役者という仕事にたどり着いた経緯から 最初から役者になろうと決めて活躍できている人を羨ましくなることも多いという。あまり喋らずおとなしくしている方だと自ら語る。謙虚な人柄で取材などを受ける際は非常に低姿勢でインタビュー記事では性善説の正しさを確信してしまうようないい人オーラを放っている公務員のよう平凡な男などと表現されたこともある。映像制作ユニットのインディーズは ハマツの印象について、あって2秒で虜になる、嫌いになる人がいない。あの空気をまとえる人はケウと表現している。ウェブドラマで共演した俳優の髪を替え出玉は、一見、気難しそうな感じがするんですけど、話をすると緩くて、ゆっくりした空気が流れるんです。ハマツさんがいるだけで、現場も、和やかになりましたと共演を喜ぶコメントを出している。 テレビドラマで妻役を演じた女優の酒井若菜は、浜津さんの愛くるしさに癒され続けた撮影でしたと、撮影を振り返っている。カメラを止めるな、の舞台挨拶の際、主演と自己紹介したところ周りから突っ込みが入り、それ以降は自分から主演であるとは言わないようにしていた。第28回日本映画批評家大賞の新人男優賞を同映画の主演として受賞したが、 受賞式の際、文字通りみんなで作ったみんなの映画。主演と紹介されましたが、あの映画は誰がどうではなく、みんなで横一線で取り組んで撮った映画なので、みんなの代表として、ここに今立たせてもらっている気持ちですとコメントした。2018年の10月頃までアルバイトを続けながら役者活動を行っていた。アルバイトしかやることがなかったため、 役者活動開始時も金銭面で困窮することはなかった。当初は漫画喫茶の厨房で働いていたが、映画、カメラを止めるな。出演後もヒゲを伸ばしておきたいと考えたため、ヒゲを生やしていても大丈夫なアルバイトを探した結果、ラブホテルの風呂の清掃員として働いていた。昼に赤羽のラブホテル、深夜に渋谷のラブホテルのアルバイトを掛け持ちしていた結果、 このアルバイトをしていた時期は痩せてしまった。カメラを止めるな。の富川国際ファンタスティック映画祭出品の際に、初の海外渡航を経験した。その後は、アジアンポップ、アップチネマシーズン7に参加するために、浜ツカズトで、シカゴにも行っている。花粉症を持ち。休みの日は、基本的に誰かを誘うということはなく、一人で外に、出かけて平凡に過ごす。 この過ごし方が理想というわけではなく、ただ友達がいないだけらしい。趣味は音楽鑑賞。中学の頃から1960年代、1970年代のソウル、ファンク、R&B などを聞いていた。カメラを止めるな、のファンブックでは、ア・トライブ・コールド・クエストや、ジェームス・ブラウン、アレサ・フランクリンなど1980年代、1990年代のソウル、 ヒップホップ系の洋楽が好きと答えていたが、TB ブローズ2020年1月号では、今現在も一番好きなのは1960年代頃のブラックミュージック、ヒップホップであると綴っている。DJ 時代には、ア・トライブ・コールド・クエストのキャン、アイキックイット、やノーティーバイネーチャーの OPP などをよくかけていたという。その他、映画鑑賞や小説もみ、 小説ではお気に入りの作品としてジャック・リッチーの短編集クライム・マシーンを挙げている。大学時代にはテレビ番組スーパー・チャンプルなどでダンスを見るのが好きだったといい、大学の後輩からブレイクダンスを教えてもらうも学園祭のラジオ体操の練習の際にヘルニアで腰を痛めてしまい断念している。短編映画カメラを止めるなリモート大作戦の エンドロールではキレのある踊りを披露しており、ハマツ自らダンスは得意な方なんでリズム感あるんでと話している。ホラー映画にカテゴライズされることもある映画カメラを止めるな。で一躍注目を集めたが、ハマツ自身はホラーもの全般が全くもって苦手である。特に苦手なのはスプラッターの類サマーズやタモリが出演するテレビ番組を よく録画しているといい、サマーズが司会を務めるテレビ朝日、クイズプレゼンバラエティ Q 様。出演時、三村まっさかずから名前を呼ばれた際には感動したという。TBS ラジオ、ジャンクサタデーエレヘンのコント太郎のリスナーであり、2019年2月には、エレヘンのコントライブのアフタートークイベントのゲストとして、招待されている。好きな食べ物は、たくあんとご飯、海苔弁当、 美糖の缶コーヒー、ハンバーグ。2019年1月に日本テレビ、有吉ゼミのゴルゴ VS 激辛グルメのコーナーに出演した際には、プリッキーヌやカイエンペッパーなどがふんだんに使われた激辛オムライスを制限時間内に完食している。ただし、決して辛い食べ物に強いというわけではなく、食べ物は残しちゃダメという一点で食べ切った。 面白いことやってるなと感じる数少ない演劇として、水谷と雲月イーファの2つの劇団を挙げている短編映画再現ドラマ等、ありがとうございます。